こんにちは。11月1日金曜日、お昼のいばきら TV ステーションのお時間です。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、はじめに茨城県の天気をお伝えします。今日の天気は北部南部ともに晴れのち曇りとなっています。降水確率は 10%、 日中の最高気温は水戸、土浦ともに19度の予報です。さて、はい、今日のいばきら TV ステーションいばきら愛のコーナーは、はい、ゲストが2組いらっしゃるということで、はい、まず1組目のゲストさんは、はい、西山秋祭りについてお話しいただきます日立太田市の皆さんにお越しいただきます。はい、はい、どんなお祭りなのかいろいろと詳しいお話をお伺いしたいと思いますので、どうぞお楽しみに。そしてもう1組のゲストはですね、はい、ネバギブアップ。ネバギブアップ、はい、こちらですね、はい、5人組の皆さんダンスユニットということで、はい、音楽、はいはい、どういったお話が聞けるのか、こちらも番組後半でお伝えできますので、はい、皆さんお楽しみにご覧ください。それではいばきら TV ステーション、いってみて。いばきら愛のコーナーです。今日のゲストには日立太田市西山研修所の社長坂本静香さん、よろしくお願いします。そして副所長の清水隆則さん、よろしくお願いします。日立太田市教育委員会障害学習課課長補佐の関勝人さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの西山研修所ということなんですけれども、はい、あの日立太田市には有名な青山荘があると思うんですが、はい、この西山と青山っていうのは漢字は一緒ですけど、はい、読み方が違うんですか？違いますね、はい、あの青山荘の方は徳川さんのですね、まあ、隠居所として、はい、徳川財団さんが管理してますね、で西山研修所っていうのは同じ字を書きますけど、はい、あのこれは教育施設はい、ですね、幼稚園、保育園、はい、小学校、中学校、高等学校、大学、また一般社会人の方々まで、はい、多くの方に利用していただける、はい、まあ、教育施設ということで、はい、宿泊をしながらですね、共同学習をする、そういう施設でございます。そうなんですか。今あの写真出てますけれども、自然に囲まれたような施設になってるんですか？そうですね、あの、はい、まあ、山里というかですね、山のちょうど頂上の方に、はい、ありましてですね、そうなんですか、静かな環境でですね、はい、いろいろな研修をするには最適の、まあ、場所に立地しているということでね、はい、皆さんから親しまれているところでございます。その自然あふれたところで研修が行える施設ということなんですね、はい、例えばどんな研修を行ってらっしゃるんですか？ですね、はい、小中学校については宿泊学習をしながらですね、友達同士の絆を深めあったりですね、いいですね、それからお互いに友情を深めたり、はい、それから共に裸になってですね、お風呂に入ったり、それからみんなで作ったご飯を食べるんですね、はい、まあ、昔から言われる同じ釜の飯を食ってですね、はい、まあ、そういう兄弟付き合いのようなこともできるような施設ですね。そうなんですか。まあ、その他に、はい、ウォークラリーとかですね、はい、自然を楽しんでですね、急所や名跡を訪ねるコースも4コースほどございますので、はい、はい、いろいろな学校さんには、はい、かなり喜んで使っていただいているところが今の状況ですね。そうなんですか、はい、本当にあの参加された方々の絆も深まりそうな学習ですよね、はい、そうですね、はい、特にあの、はい、小さいお子さんについては、思い出作りというかですね、はい、そういうあのこう家を離れて泊まるということは、あの、はい、思い出を作るためにもですね、いいことなのかなというふうに思っておりますので。なるほど、はいはい、そういった教育の研修所ということなんですね。そうですね、はい、その西山研修所さんが、はい、今度あの主催をされるお祭りを開催されるということで、はいはい、このお祭りについてもお話を伺いしたいと思うんですが、はい、どんなお祭りなんでしょうか？お祭りはですね、はい、今年の3月まではですね、はい、まあ、茨城県立の西山研修所でしたが、はい、今年の4月から、日立太田市
の西山研修所として生まれ変わったわけですね、なるほど。そういうことで、はい、市の所管になったということで、はい、私ども所員はですね、うん、第1回目の西山の秋祭りということを考えてまして、はい、まあ、県立高校の大洗高等学校のマーチングバンドを、はい、有名ですよね、はい、呼んでですね、はい、来ていただいて、まあ、大いに盛り上げていただいた。でその午後にはですね、はい、子どもたちの夢をボールに託して、空高く蹴っていただくようにですね、はい、水戸ホーリーホックの、コーチの方を呼びましてですね、これまた夢に向かって、はい、キックオフというような形になると思いますので、いろいろな面で、皆さんのご協力いながら、実施していきたいというふうに考えております。そうですか、はい、この水戸ホーリーホックのサッカーの方は、はい、サッカー教室も行われるんですよね。そうです、アカデミーコーチという方々にお越しいただいて、はい、小中学生の対象に、はい、無料で無料でしていただきますので、はい、ふるってご参加をいただければというふうに思います。そうです、受付は当日行います、ね、当日ですね、はい、分かりました。ちなみにマスコットキャラクターのホーリー君も登場するんですか？ホーリー君もですね、はい、ホーリー君は朝から、3時まで、9時半から3時まで、はい、子どもたちと一緒に、はい、グランド狭しと、駆け回ってくれると思います。そうなんですか、はい、ホーリー君に会えるチャンスですね。そうですね、はい。そして会場ではいろいろな催しが行われるということなんですが、あとはどんなことが行われるんですか？まずいろんな体験がありまして、体験、西山研修所で、はいはい、行ってます、はい、火起こし体験っていう。火起こし体験、はい、こちらですね。これが実際火起こし体験をしていただくときに使う、火起こしの道具。これは、こういったものの体験を。木でできてるんですか？これ木でできてますね、はい、初めて見ましたが、一生懸命火を起こす体験していただければと思います。結構大変なんですか、火を起こすのっていうの？これは大変ですね、なかなか、はい、技術をどうするのかなと思うんですけど、そうなんです、はい、そのレクチャーを受けながら、うん、そうですね、火起こしの体験ができると、体験をしていただければ面白いですね、あと体育館の方ではですね、はい、こういったお、どこでも竹とんぼクラブさんというところでですね、こういった、はい、竹とんぼ、いいですね、はい、制作のですね、はい、体験ともできますので、なかなかぜひそうですね、いらしていただければと思います、はい、なかなか竹とんぼとかを作る機会も今なくなってきてますね。そうですね、はい、なかなか、ね、はい、作る技術も難しいと思いますので、なるほど、この先のところもちょっと曲がってたりとかしますもんね、はい、羽のところがいろんな技術を要するということで、はい、そうですね、はい、その体験もできるんですね。そうですね、はい。そして会場の方ではいろいろ飲食ブースの方も出展されるということなんですが、こちらはどのような食べ物が食べられるんですか？はい、そうですか、あ、いいです、どうぞ。日立太田の、はい、特産品をメインに、当日は出展していただきます、はい、お、日立太田といえば、はい、当然日立秋そば発祥の地ですので、有名ですよね、はい、で日立秋そばの、はい、当日はですね、はい、JA の婦人部の皆さんが、家庭の味を提供していただきますので、はい、本当に昔ながらの美味しいけんちんそばとか、けんちんそば、これも茨城で有名な、うどんもありますし、はい、もうそばといえばけんちんそばっていうぐらい茨城では有名ですので、はい、特に日立太田のそばは美味しいですから、はい、ぜひ味わっていただきたいと思います。その他にも、はい、うどんですとか、もちろんこの研修所からも出店しますので、さまざまな食べ物、飲み物ありますので、詳しくはチラシの方で、はい、ご覧ください。わかりました、はい、美味しい食べ物もたくさん出展されるということで、はい、さらに伝統芸能も披露されるということなんですが、こちらはどんな？そうですね、日立太田市はですね、はい、昔からそういう伝統芸能というのを持ってましてですね、そうですか、今回はですね、はい、三財太鼓保存会、三財太鼓、という団体さんにですね、ご支援をいただきます。その他に、はい、保育園のアスナロ保育園ですね、はい、それからオカリナ同好会、それから日立太田市の、はい、吹奏楽団、それからクジラ舞というようなことで、はい、いろいろな同好会や保存会やらですね、子供から大人までということで幅広く、はい、まあ
出演していただきますので、おじいちゃんおばあちゃんもですね、はい、孫の顔を見ながら楽しんでいただければと思ってます。はい、そういった伝統芸能などの催しの披露もあるということで、はい、本当に盛りだくさんの内容になっているイベントですね。はい、はい、それではこちらの西山秋祭りの詳細についてもぜひ教えてください。はい、はい、開催日時がですね、はい、11月の4日、月曜日になります。はい、もうすぐですね。もうすぐですね。はい、開催場所がですね、はい、常陸太田市の山吹運動公園の中のですね、自由広場、はい、それと市民体育館になります。はい、はい、時間が9時半から、はい、3時まで、午後3時までになりますので、はい、ぜひいらしてください。はい、わかりました。お問い合わせの方は、はい、ホームページを見ていただくか、こちらチラシの方でですね、こちら下に載ってますね。はい、はい、こちらの方、はい、問い合わせしていただければ、はいはい、お答えしますのでよろしくお願いいたします。わ、はい、かりました。京成百貨店さんで10月の30日から11月の5日まで京都店をさせていただいてます。今年も京都から、たくさんお店一緒に寄せていただいてるので、実演もさせていただいてます。ぜひ皆さん来てくれやす。そしてその他にもですね、常陸太田市ではいろいろなイベントが11月は行われるというふうにお聞きしたんですが、どんなイベントが行われるんでしょうか。はい、実は今日から、はい、竜神峡では竜神峡もみじ祭りに今日からですか開催されてますけれども、その他にはこちらにございますようにですね、さまざまなイベントが11月は行われます。秋そばのお祭りもありますね。そうです、はい、9日10日にはそばのお祭りもありますし、はい、詳細については市のホームページ等をご覧になって、はい、ぜひおいでいただきたいと思います。はい、わかりました。はい、ということで11月常陸太田市イベント盛りだくさんということですので、ぜひお越しいただければと思います。そして今回のこの西山研修所さん、今後のぜひ目標などあれば教えてください。はい、ですね、今後はですね、はい、まあ、県立時代とは違いまして太田市の持ち物ですので、太田市民はもとよりですね、はい、県内の県民の方々にお送りをしていただければというふうに思ってますし、はい、まあ、4月からですね、はい、夏休みまでは新しい学年になって、クラス替えもしたり何かすることもあってですね、そういう中で、その融和を図っていくような体験学習ですね、そういうことを通して、はい、まあ、学校生活にですね、寄与できればと、はい、今いじめとかですね、そういうのがありますので、はい、そういうことを通して、そういうことがないようなですね、はい、青少年の健全育成を図っていくことを目的にしてですね、はい、今後多くの方に利用していただけるような計画を立てますので、はい、また大人の方にもですね、いろいろな講座を開いて、はい、まあ、活用していただけるようなプログラムを考えていきたいというふうに思っております。本当に素晴らしい活動ですね。それでは常陸太田市の関さんの方からも、はい、ということをお願いします。そうですね、今年からリニューアルして、はい、西山研修所をオープンしました。ネバーギブアップでですね、はい、西山研修所頑張ってますので、はい、学校関係の皆さん、企業の皆さん、ぜひ、西山研修所をご利用いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで常陸太田市イベント盛りだくさん、そして西山研修所さんも素敵な施設ということで、今度は11月4日にですね、こちらお祭りの方が行われますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、いばきらいのコーナーでした。茨城空港から出かけよう。茨城新聞ニュースをお伝えします。ひたちなか市の那珂湊漁港で昨日朝、サンマが今年初めて水揚げされ、待ちわびた関係者らで活気に包まれました。那珂湊漁協によりますと、初水揚げは昨年と比べ2日遅いということです。Yeah.
今回水揚げしたのは岩手県大船渡漁協所属の岩崎稲荷丸で、宮城県沖およそ80キロ東で、先月26日の夜から27日の朝にかけて操業、およそ22トンを漁獲しました。関係者によりますと、今年のサンマ漁は漁場の海水温が高いため、昨年より水揚げ量は少ないということです。漁船から網で下ろされたサンマは競りにかけられ、次々とトラックで魚市場などに出荷されました。この日の競りでは高値で1キロ当たり180円がつき、仲買人の男性は例年は高くても120円、魚屋からの注文分だけ仕入れたと話しました。少し水温が暖かいっていうから、ね、もっと遅れるかなと思ったんですね、まあ、若干遅れたぐらいで一応ね、第一線が入ってくれたんで、結構言い方だと思いますよね、うん、大きいやつは丸々してますから、はい、魚体が油はあると思いますよ。80何席ぐらい延べ席数で入ってましたけども、今年もね、それに近いぐらい水揚げできればと思ってますけどね。サンマの水揚げは12月20日頃まで続きます。次のニュースです。少年の非行防止対策を強化しようと、県警と常盤大学は先月30日、水戸市笠原町の県警本部で連携協力に関する協定を締結しました。教育や被害者学などについての専門的なアドバイスを得て、刻々と変わる非行防止対策に生かそうと、県警が7月に常盤大学に呼びかけ調整を続けていました。調印式では県警の大平治本部長と常盤大学の森誠一理事長が協定書に署名し、握手を交わしました。県警少年課によると、県警と大学の協定締結は関東管区警察管内の10件で初めてということです。多様化複雑化する地域の課題等を解決するためには、今まで以上に多様な主体との連携、とりわけ専門的な知見や人材等を有する大学との連携は、対策を推進する上で重要な基盤になるものだというふうに考えております。東京大学には少年の非行防止教育等の取り組みや、少年警察ボランティアの人材育成、地域連携の在り方など、非行少年を生まない社会づくり全般についてお力添えいただければというふうに考えております。いささかなりとも音楽の学生がですね、社会に役立ってくれるということであれば、この協定については私ども門外の幸せだというふうに考えております。学生であれば、まあ、18歳から22歳ぐらいまでの年齢で若いの ですね、声をかけると割と大人が声をかけるよりもですね、それにこう応じてくれる、そしていろいろ答えをしてくれる、そういう中で会話を通しながらですね、そういう少年少女たちがですね、まあ、立派に社会でですね、活躍できるような人材に育っていく、そういう手助けをしていきたいということで、警察の方からはそういう活動について大変ですね、評価をいただいているということでございます。うん、やっぱり年齢が若いから、うん、話しやすいということもあるんだと思うんですよね。はい。大学生サポーターの育成強化のほか、県警の非行防止教室や被害者支援などに常盤大教授らがアドバイスします。最後のニュースです。 JR 水戸駅北口とひたちなか市枝川地区を結ぶ県道一毛水戸線のうち、中川に架かる新水府橋の開通式典が昨日開かれ、地元の中学生や4世代の親子らが参加して、テープカットや渡り染めが行われました。開通したのは新水府橋およそ354メートルと取り付け道路部分を合わせた総延長およそ700メートルの区間です。片側一車線で幅も広くなり、両側に歩道が整備されています。式典では通学で利用している水戸日中2年生の磯野響さん、橋本直子さんや橋本勝知事らがテープカットをしました。どうぞ。
この後、水戸市栄町生まれの瀬谷雄介さん、凛香ちゃんと妻、父母、祖父母の4世代親子らが渡り初めをして開通を祝いました。いや、道路の真ん中走るのは気持ちいいですね。本当に招待していただいて、大変感謝してます。こんだけ広くなったらもうそういう事故とかもなくなっていくんじゃないかなと思います。古い水府橋は1932年に架けられ、80年以上が経過して老朽化していました。取り付け道路部分が中川の堤防整備に支障をきたしていたことから、県と国土交通省が共同で2003年度から架け替えを進めていました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。本日の茨城ラーイのゲスト、ネバギブアップの皆さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介をお願いします。はい、じゃあ僕から。はい、茨城出身のゆうとです。イエーイイエーイイエーイ。はい、千葉県出身、思いっきり盛り上がってます、テンション高いりょうたです。イエーイ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 。どうぞ。どうも、ちょっと天然入ってます、大輝です。イエーイ。ちょっと長いよ、ちょっと長いよ。はい、ネバーギブアップ最年少、元気いっぱい、タカズです。イエーイイエーイ。茨城出身のレイです。違う違う違う、茨城じゃない、茨城じゃない、リーダーのレイです。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。あ、元気いっぱいですね。いやいやいや、ありがとうございます。皆さん、なんかちょっと後ろ向いちゃってますけれども、皆さんはどういったグループなんですか？5人組 の、はい、ダンスボーカルユニットですね。はい、はい、で、ここに俳優業もやってまして。あ、俳優もやられてるんですね。はい、テレビやいろんなのやってますね。へぇ、出させていただいて。じゃあもう、マルチタレントですね。よく言うとそうですね。そうですね、そうですね、いろいろと、はい、いろいろとやられてるということで、はいはい、皆さんのこの結成っていうのはいつ頃されたんですか？そうですね、だいたい今から、はい、まあ、なんですかね、舞台にライブに出始めたのがまあ1年半前ぐらいから出始めて、はい、っていう感じになりますね、スタートが。はい、じゃあ結成はその前から。ちょっと前から。で、ちょっと練習期間というか、はい、レッスン期間というか、ちょっと、はい、準備期間をいただいて、はいはい。それはどういったきっかけで結成されたんですか？そうですね、僕のりょうたが、はい、主演した映画、はい、グラフリータ時っていう映画があるんですけども、はい、それのね、はい、一緒に共演したりですとか、共演したりとかしてまして、はい、それの、まあ、主題歌の担当するってことになりまして、はい、それのオーディションで、はい、みんなこう知り合ったりとかして結成された、はいはい、グループになってます。皆さんだいぶお若いようで、最年少なんですよね。はい、おいくつなんですか、平均年齢は？平均年齢22、23、4、22、23、4、3ぐらいじゃない、3ぐらいかな、はい、じゃあ1個持って22とか。ちなみに最年少の高人さんはおいくつなんですか？僕は3日前で19歳になりました。あ、3日前に。そうです。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。そうなんです。そしてレイさんがリーダーをやられている。はい、はい、リーダーはどういったいきさつで決まられたんですか？そうですね、みんなの会議があって、はい、で、僕がいいんじゃないかなっていうことで。あ、そうなんですか。 そういうことで。それは なぜ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか言って。なんか言わんけど。ちょっと最年長なんで。そうです。別にそういうことなんか、まあ、でも一番仕切っていただいて、引っ張ってくれるんで。引っ張ってもらってるんで。リーダー引っ張ってるんですね。やっぱりキリッとしますよね。キュキュキュですね。すごいっす。すごい。流してください。流してください。ちょっと今のは流してください。はい。そうなんですね。はい、そういったいろいろな活動をされているということなんですけども、はい、ここで一旦お知らせです。時空戦士イバライガー、イカのお寿司&交通安全 DVD がついに販売開始。イバライガーによる正しい交通ルールや防犯用語、イカのお寿司の防犯講座など楽しく学べる内容になっております。 DVD2 枚組で価格は2000円。お求めはイバライガーが出演するイベント会場で。
皆さんの、はい、まあ1年、はい、結成されて1年半、はい、まあその少し前からということですけども、はい、今までその1年半どういった活動されてきたんですか？やっぱりライブ中心に僕たちのビデオを回していただいて、はい、そうですね、原宿とか、はいはい、その辺をこう転々とさせていただいて、はい、毎月とか毎週いろいろライブをさせていただいて、うん、そうなんですね、はい、この前大阪に、はい、大阪とか、ね、夏とかね、関西に、はい、関西の方にも、は関西は初関西なんですね。初でしたね、はい、どうでしたかそのイベントの様子とか。いやでもすごい盛り上がっていただいて、はい、たくさんの方来ていただいて、いやもっともっとね、関西のノリはすごかったですね、はいはいはい、すごかったですね、どんどん行きたいですね、いろんなところに、はい、で茨城来ちゃいましたね、茨城来ちゃいましたね、あ茨城出身って最初おっしゃってましたよね。茨城出身なんです。茨城のどちらが出身なんですか？桜川市ってところです。あ桜川市、はいはい、出身なんですけども、はい、笠間観光大使という、笠間の観光大使もやってまして、はい、すごい、だからすごい大好きな場所ですね茨城っていうのが、はい、茨城のその出身だとやっぱり訛りとかって出ないものなんですか？出ますよ、出ます出ます出ます、出てて出てて分かって出てます、もうこれはどうに言ってもこれはもう俺隠さないでよと思って。だから方言彼氏とか茨城のね、はい、方言を使って、はい、方言彼氏っていう番組も出てるんですよね、はい、テレビ埼玉さんはじめいろんな8曲ぐらいの、はいはい、やつで方言彼氏というドラマが、あドラマ、はい、あそれに出演されて茨城弁を喋られる、そうです、そうです、茨城担当で、はい、でもそのすごいですね本当、標準語とその茨城弁の今、はい、この瞬時の使い分け、そんなことないっすよ普通に出せば言いたくないで、茨城そんな難しいことじゃない、いつもどちらを我慢してる話ですか？え、いや標準語だって、標準語我慢してる、そうなんですか、標準語我慢してる、もう出したくて出したくて出してくれたまんない、仕方がないんですね、だからもう今日これで最高です、はい、ありがとうございます、最高ですもん、自由です。皆さんはご出身とかはどちらになるんですか？そうですね、僕がもう隣の千葉、はい、千葉、はい、はい、千葉です。で、ね、僕は静岡です。あ、そうなんですね、皆さん関東なんですね、はい、僕が東京です。あ、東京で、僕がフィリピン。コラ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 。リーダーは飛んじゃったじゃないですか。飛んじゃった担当なんですかね。福岡です。あ、福岡、はい、あ、一人だけちょっと遠いところ。そうですね。はい。なぜこちらに来られたんですか。なぜこちらにネバーギブアップのリーダーをするためにここじゃねえわ、東京に入ってました。かっこいい。かっこいい。かっこいいです。もちろん。このすいませんね、流してしまいましたけれども、足立さんは、はい、まあ、茨城出身で、はいはい、まあ、育ったということですけど、はい、皆さん その茨城のイメージってどうですか？実際いろいろイベントとかもやられてるわけじゃないですか、はい、なんか農業が、はい、こうなんか言うとあれですけど、いや、いい意味でですよ、うん、いい意味で農業が盛ん、農業盛ん、うん、自然がいっぱいなところかなっていうのは、盛んですよね、盛んですね、盛んですよ、農業圏ですからね、うん、はい、あと川のところに、はい、何、羊がいるっていう、ヤギがいるっていう、川にヤギがいる、川のちょっと僕もそれ初耳なんですけども、あれそれユウくんだ、いるんです、ちゃんといるんです、最近うちの近くにヤギがいるんですよ、川に、桜川市に、はい、ヤギ絶好調なんです、ヤギ絶好調、ヤギがなぜ、なんですか、草を食うんだよね、食べるんです、食べてくるんです、食べて綺麗になるっていうね、そうです、稲刈りしなくていいんで、はい、そのヤギさんがいればもう綺麗なんですよ、マジが、それをジンギスカンにする、違う残酷すぎるじゃないですか、今の流れ、あ、こういう食物の流れで、ね、そう、食物のほら違います、違います、桜川市、そういった光景も見れる、そうです、桜川市だけじゃないと思うんですけど、はい、はい、茨城は、ここの皆さんですけども、最近の活動、最近はどういった活動されてますか？一番近くにあるイベントとかもしございましたら、あ、近くに、はい、間違いないですね一番最近、はいはい、だと、もうそうですね、もうこれですね、あ、明日なんですよ、はい、茨城を食べよう収穫祭という、はい、大きいお祭りございますよね、はい、ありますよね、そちらに明日12時15分からと16時15分からライブをさせていただきます。イエイイエイ、すぐですね、あ、じゃあもう今日この後もうすぐ準備にかからなければいけないってことですよね、はい、あとちょっと茨城観光しようかなと思って、みんなで
そうですね、あのヤギさん案内して、ヤギを食べちゃダメです。明日のイベントにも参加される、はい、その他にもイベントをまだまだ参加されるということですけれども、そうですね、はい、茨城つながりればもう、はい、あのご当地グルメサミット、はい、笠間ということで、はい、これもね11月30日とか、はい、から、まあ、12月1日あるので、はいはい、11月の末ですよね。そして、はい、桜川市出身ということで、はい、桜川市でもイベント行うんですね。そうなんです。ちょっと、ね、11月3日、はい、サクライジングですよ、はいはい、すごい抜かしましたね。あ、ごめんなさい、すみません、抜かしました。桜川市総合運動公園でですね、はい、あのライブをします。で12時15分から12時45分、はい、ライブしまして12時45分から13時までちょっとミニゲームというかいろんな景品が当たる、はい、ミニゲームみたいなのをしますので、これじゃあもうお客さんも参加して、そうです、どういったミニゲームやるんですか。茨城県のいろんな農産物ですとか、はい、いろんなグッズが当たります。お、はい、どういうミニゲームは多分じゃんけんとか、あとあっち見て、なんだ本当に分かんない、僕たちも知らないんですよ。だから分かんないんですよ。リーダーはいつもあんなトーンでお話されるんでしょうか。そうですね、こんないい感じ。ちょっといいご無沙汰。楽しいですね、こういうこういうリーダーがいらっしゃるとね。最高です、はい、スパイス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 。明日、明後日もイベント、はい、そして11月の30日にもあるということですので、はい、大忙しの皆さん、はい、ぜひ視聴者の皆様も県内ですもんね、茨城県内で、はい、ネバギブアップの皆さんに会うことができますので、ぜひ足をお運びください。本日のゲストはネバギブアップの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。高萩市では10月5日から穂積家住宅で高萩萩の茶屋を開設しました。穂積家住宅は江戸時代に作られた築240年のかやぶきの民家で、城郭の楼門に似た長屋門や落ち着いた日本庭園、母屋などを備え豪農の住宅で、茨城県の文化財に指定されています。この古民家を利用したレストランは昨年皆様から大変な好評をいただきましたが、今年もイツールハムが厳選した日立牛や茨城県産の豚肉、地元の豊かな新鮮な食材をふんだんに使ったメニューを用意しました。昨年人気の高かった牛肉ステーキやハンバーグに加え、新しく牛タンステーキハーブ焼き、ハムステーキハーブ焼き、豚パンをメニューに加えました。他にもカルボナーラなど愛情こもったオリジナルなメニューも取り揃えました。また客席も去年の60席から100席に増やし、ごゆっくり召し上がっていただけるようにいたしました。さらに駐車場近くのインフォメーションには、高萩のブランド推奨品や高萩市のキャラクターハギマログッズなどを取り揃えております。穂積家住宅でのお食事の後は、紅葉の見ごろを迎える肌抜き渓谷へお出かけしてみてはいかがでしょうか。江戸時代の雰囲気が漂うふるさとの家穂積家住宅で、心温まる癒しのひとときをぜひお過ごしください。秋のお祭り、はい、たくさんあるんですね、やっぱりたくさんあるんですね。この日立太田市ではね、はい、あの西山秋祭りが11月4日に行われるということでしたし、はい、はい、須田さん、おさんさん、はい、こんにちは、こんにちは。小杉さんじゃないですか。お邪魔します。今日はようこそ、はい、どうしましたか。いや、先ほどもネバーギブアップの皆さんが、はい、こちらの告知されましたけれども、私も出るんですよ。そうですよね、クラウェアとして。そうなんです、私も出演させていただくので告知に来ちゃいました。そうだったんですか。突撃しに来ました。ネバーギブの皆さんと一緒にご出演されるんですね、はい、そうなんです。明後日、はい、3日の日曜日に、明後日、はい、はい、こちらは
はい、桜川市で行われるんですよね、はい、そうなんです。初のライブイベントということで、はい、初なんですか。そうなんです、貴重な。で私も地元でライブをするのが本当に初めてなので、はいはい、桜川出身ですもんね。そうなんです。もう念願の、はいはい、大使も務めてらっしゃいますよね、はい、そうなんです。山桜の大使を、はい、そうですよね。やっとです。わ、嬉しいんです。はい、記念の、ね、第1回目の音楽イベントということで、はいはい、こちら、ステージもあるんですよね。そうなんです、はい、こちらあの商工祭の中のイベントなんですけれども、商工祭の方もいろんな、あのこちらのステージでイバライガーのステージだったりとか、はい、他にもあの御影意識大会だったりとか、はい、商工祭自体もたくさんイベントがあるので、はい、ライブと一緒に楽しんでいただいて、はい、そうなんですか。もうね、素敵な小杉さんの歌声も聴けるということでぜひ、はい、ぜひ、ね、たくさんの方にお越しいただきたいと思います、はいはい、そして今日の夕方のゲストの方をご紹介させていただきたいと思います。水戸芸術館のアートディスカバリー、そして茨城大学の皆さんに総務省スコーププロジェクトなどについてご紹介いただきたいと思います。どうぞご覧ください。さあ、そして毎週金曜日の配信オンデマンド番組、帰ってきた椎名くんのここなんすか、本日配信です。こちらもぜひご覧ください。それではこの後も笑顔あふれるキラキラどうぞ。She